ご覧のスポンサーがお送りします。こんばんは、岡本真也です。今夜は1984年に制作されたアメリカ映画スターマン愛宇宙遥かにをお送りします。 SF 映画と異星人とは切っても切れない関係です。はじめは人類の敵としてしか描かれなかった異星人でも、スピルバーグ監督が未知との遭遇や ET などで人類の友達として愛すべき異星人を登場させました。今やスクリーンの中では善悪2種類の異星人たちが私たちを感動と恐怖で楽しませてくれています。さて、今夜の物語に登場する異星人はどうでしょうか。ロマンと冒険に満ちたファンタスティックラブストーリー、スターマン愛宇宙遥かに。出演は遥か宇宙の彼方からやってきた異星人スターマンにジェフ・ブリッジス、人間の姿をした異星人役に取り組んだこの作品でアカデミー主演男優賞にノミネート。最近ではタッカーで夢の実現のためにパワフルに活動する男を演じています。スターマンとドラマチックな体験をする若い未亡人ジェニーにはカレン・アレン、スピルバーグ監督の冒険活劇レイダース、失われた悪で魅力的な演技を見せています。その他、スターマンを見守る科学者シャーマンにチャールズ・マーティン・スミス、スターマンを必要に追跡する国家安全保障局長にリチャード・ジャッケルなど、確実な演技で知られる個性派スターが脇を固めています。そして監督はジョン・カーペンター、幽星からの物体 X など SFX を生かしたホラーやファンタジーのヒットメーカーとして意欲的な活躍を続けています。それではスターマン愛宇宙遥かに、最後までごゆっくりお楽しみください。こんばんは、岡本真由です。今夜のウィークエンドシアターは SF ファンタジースターマン3をお送りします。地球人と宇宙人とのコンタクトを描いた作品は今までにもいろいろありましたよね。そんな中でも最も代表的な作品といえば、やはりスピルバーグのあの2本を思い出すのではないでしょうか。まずは未知との遭遇。この作品では宇宙人との交信に音楽が使われとても印象的でした。そしてもう1本は世界的にも大ヒットした ET。 宇宙人を初めてはっきりと敵対者としてではなく心優しい友達として描き、少年エリオットと ET との心温まる交流にはとても感動させられましたよね。そして今夜お送りするこのスターマン3には、地球人のとの女性との間に愛が芽生え、そして子供まで残してしまった宇宙人が登場するんです。それではここでミニアルバムご覧ください。遥か彼方の惑星より地球に訪れた宇宙人、彼スターマンは地球の女性と恋に落ち、愛の結晶を授け地球を去っていきます。それから15年、再び地球に戻ってきたスターマンと成長した息子との母を求める果てしない旅を描いた作品が SF ファンタジースターマン3です。出演は事故死したカメラマンの肉体を借り、次第に人間の心に近づいていくスターマンにロバート・ヘイズ、パロディコメディの傑作フライングハイシリーズに主演し、その絶妙なコメディ演技で人気を博しました。父スターマンの超能力を受け継ぐ息子スコットに CB バーンズ、異星人との愛がよみがえり息子の幸せを願い続ける母ジェニーにエリン・グレイ、スターマンを侵略者とみなし執拗に追い詰める連邦捜査官ホックスにマイケル・キャバノ、そしてシリーズ全作品の制作総指揮に当たっているのはマイケル・ダグラス、現在アメリカ映画界でスーパーヒットメーカーの名を欲しいままにしている名プロデューサー兼俳優です。人間の自由と尊厳をテーマにした問題作カッコーの巣の上でを初めてプロデュースし、アカデミー賞5部門受賞の快挙を成し、また俳優として出演したウォール街ではアカデミー主演男優賞に輝きました。最近作ローズ家の戦争ではダークなコメディ演技をそつなくこなし、俳優の面でもその才能を遺憾なく発揮しています。それでは愛することの尊さを描いた SF ファンタジースターマン3、最後までごゆっくりお楽しみください。いかがでしたか。地球人と異星人との交流を描いた一見 SF 作品に見えるドラマでしたが、親子の情愛、そして愛する者への情熱を歌ったヒューマンストーリーといった印象が強かったですよね。さてスターマンといえば
ジェフ・ブリッジス主演、ジョン・カーペンター監督による劇場用映画を思い出す方も多いと思います。そしてそれをご覧になった方は、あれ2や3なんてやったかなと思うと思いますが、それもそのはず。この2、3というのは劇場用ではなく、このスターマンが公開後にテレビシリーズ用として作られたものなんです。さて、そのテレビシリーズを見てみたいと思われる方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください。9月12日よりテレビ朝日で放送されることになっています。こちらの方もどうぞお楽しみにしていてくださいね。さて、次回はブルック・シールズ主演のアドベンチャーロマン、サハラをお送りします。お楽しみに。それではまたお目にかかりましょう。さようなら。ご覧のスポンサーがお送りしました。はい、皆さんこんばんは。今夜はスターマンとスターマンリターンですね。さあ、これは前作ご覧になりましたか？前作はスターマンが地球の善意、地球の人間の美しい心を見るために地球にやってきました。けれども3日間だけ地球に来ることを許されましたから、3日間の間に何を見たか、何をしたか、そうして彼はまたもや帰りましたが、その間に彼女との間に子供を設けて帰りました。さあ、それが前作でしたね。今度はそれから14年経ちました。面白いね。今度また14年経った、その子はお母さんはどこ行ったかわからない。養父母が事故死しまして、今孤児院にいるんです。孤児学校にいるんです。その寄宿でじっと困ったことがあったんで考え込んじゃったんですね。考え込んでるうちに、そうだ、あのお父さんという人が綺麗な水晶玉くれた、あれ見て何か助かるかもわかんない。さあ、この少年は水晶玉、かわいらしいビー玉出してじっと見てますと、光ってきました、光ってきました、光ってきました。さあ、その光がスターマンに通じたんですね。宇宙のスターマンは自分の息子が困ってるんだいのでやってきたんですね。そうして行くんですけど、この体では行けない。それでちょうど噴火山でそこの上を通っていった、上を通って飛行機から落ちて亡くなったキャメラマンの体に入っていったんですね。そのキャメラマンになってやってきたんですね。ところがそのキャメラマンの彼女がいますね。その彼女はびっくりするんですね。自分の彼氏が死んでるのに出てきた。さあ、この辺からこの映画はいよいよ SF の怖い怖い面白いストーリーが入ります。そういって皆さんはびっくりさせますけれども、この映画の一番の今夜の見どころは、それとともにヒューマンストーリー、人間の今度は美しさ、前作は人間の怖さ汚さがありましたが、今度は人間の美しさに入ってきました。どんなところか、お父さんと子供の愛、なんて面白い愛、それから地方の田舎の警官とその奥さん、この二人の愛情、夫婦愛がいいんですな。ご覧になってたら、ここが一番実は涙を催します。私は大好きです、このシーン。それからやがてどんどん話が進まって、花嫁と父、お父さんと娘の結婚式、これがまたいいんですな。というわけで、この映画は本当に涙をためてご覧になっているような SF 映画になりました。主役はロバート・ヘイズ。このロバート・ヘイズはちょっとマイケル・ダグラスに似てるんですね。けれどもそうじゃありません。この映画のプロデューサー、しかしこのプロデューサーがマイケル・ダグラスというところにちょっとびっくりしました。これは1985年度の初めての放送ですけれど、ご覧なさい、見事な心打つ映画ですから、後でまた会いましょうね。